はい、どうも皆さん、こんにちは。最近は、裏バイトっていうホラー漫画にハマっております。クラカジャンヌのーケースケリッククのーケースケです。ブーンということでね、ホラー系の人、得意な方、苦手じゃない方はね、ぜひぜひ読んでみてください。いや、本当に結構ね、面白かったりします。で、裏バイトにハマって私、ケースケ。今日は何をお送りするかと言いますね。先日ですね、ポンコツのボンクラ、行いましたね、ドズさんの、サブチャンネルの方で毎週水曜夜9時から生放送されてる、クラクラの番組、ポンコツのボンクラですね。で、こちらでね、ジョーカーさんの、リプレイがね、すごい、なるほどなって思ったリプレイがあったんで、今回はそちらのリプレイをね、ご紹介してって、自分もね、できるんじゃないかなって思うんで、今回ね、そちらでちょっとやってみたいなと思います。なんで、クラクラ実況メインで日本人初の登録者10万人目指しておりますので、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、この動画面白かったためになったらって思ったら、グッドボタンやコメント、あとは友人やクラメにシェアの方よろしくお願いします。ということで、早速見ていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあね、見ていきましょう。編成に関してはね、突撃艦スパビーズのホグライダー編成っていう感じなんですけど、スケルトの呪文2発ですね。これがね、使い方がね、なるほどなと。ああ、ジョーガーさんさすがだなと思いましたね。まずはまあ、バルーン出してトーミングチェックしてって、で、角度をつけて、まあ、突撃艦入れていくわけですよ。で、まあ、ここに落としてって、上げることによってダウンホールの爆破に巻き込まれないようにしていこうぜっていう、そういう感じですよね。で、ここでさあさあさあ、スパービーズ。ここら辺はまあ、いつも通りですよ。前菜みたいなもんですよ。前菜みたいなもんですよ。フランス料理とかでさ、なんか食いに行くとわけわかんねえ、なんか、わけわかんねえ、前菜オードブル出てくるよね。わかる人いるかな。で、まあ、ここから援護を釣ってって処理していくんですけど、さあ、そろそろかな。ここのイーグル砲を注目していきましょう。ちょっとこっちのイーグル砲の方にちょっと注目していきたいんですけど、まあ、援軍処理法やってますよね、9時方向。で、ここのやつで、ちょっとインビジブルちょっと見せてるんですけど、はい、スケートの呪文ですね、ここ、2発打っていきます。で、インビジブル呪文で、ね、本当は隠す予定だったと思うんですけど、ここ注目してほしいのが、2連砲は、スケートのね、イーグル砲に向かってやつ、ターゲットにいません。ターゲットのが大砲と、攻撃速度が遅い、ウォーデン像だけなんで、なんとね、これ、ちょっとスローにしますよ。呪文3枠で、ここのイーグル砲を、めちゃくちゃダメージ与えて、これどうなの、ホグライダーが殴ったのかな。まあ、殴ったっぽいですけど、殴んなくても、おそらく、呪文3枠で、イーグル折れたと思うんですよ。ね、この呪文3枠、おそらくあのインビジブルの呪文の感じだと見る限り、ほぼインビジブルの呪文、あんま無駄になってんで、たった2枠っすね。2枠ぐらいで、イーグル砲と、ウォーデン像に対して、ダメージを与えていたっていうのが、わかります。あれね、インビジブルの呪文とか、ホグライダー足さなくても、あ、ホグライダーで大砲の焚き取りは必要だったかもしれないんだけど、ホグライダー、投げなかったとしても、普通に、スケートの呪文2枠で、ああいう孤立した配置ってあるじゃないですか。よくあるじゃないですか。ああいう風に孤立したところを、たった呪文2枠、約2枠で、壊せるって、めちゃくちゃ爆発じゃないですか。天才で折るにしても、イーグル砲って8枠かかるんで、それをたった2枠で折れるんですよ。これめちゃくちゃ強いですよね。以前にも紹介してたと思うんですけど、呪文枠数、5枠ほどか、5枠ほど、4枠か、まあ、4枠でうまくいけば壊せるんですけど、5枠とかでスケルトンインビジブルで、クランジを壊せるっていう、そういう動画出しましたね。そういうテクニック、今ね、海外の方で流行ってるんですけど、それの応用版として、こういうね、孤立してる配置があるんだったら、イーグル砲とかね、なんか美味しい施設、壊せるんだったら、そっちの方が、アドめちゃくちゃ大きいよねっていう、そういう攻め方になってるんですよ。もう一回ちょっとね、全体像、見ていくんですけど、このね、攻めはね、ほんと、勉強になりましたね。この間の、ジュンさんの、スケルトンの呪文と、あえて、投石機を折らない天才みたいな、そんな感じで、なんか、ほんと、呪文の幅が広がってますよね、ここ最近。はい、まあちょっとね、さっき広く見れてなかったんで、もう一回広く見ていくんですけど、はい、ここら辺とかも、まあちょっと対地クロスとか竹取ってくれる、ギリギリ6時方向の、見たと、イーグル砲の6時方向、ギリギリここの対地クロス届かないんですよ。で、叩けるのがこのウォーデン像と、左側の大砲だけだったんですよ。なので、はい、まあちょっとホグ殴って折ったっぽいような感じになったけど、でもあれだけのスケルトンがいたら、壊せるよねっていう、そういう攻めになってるんですよね。いや、これ、この使い方ね、そうそうそう、今日ね、深夜に、ウォームアップトーナメントっていう、クラクラ世界選手権予選が5月から始まるんですけど、それの前の、ウォーミングアップ的なトーナメントあるんですけど、強豪クラン。今日ね、夜中に配信するんですよ、私、ケースケ。配信するんで、こういった攻めがね、ひょっとしたらまた出てくるっていう可能性、
あるんで、ぜひぜひね、もうちょっと今夜ね、皆さんね、夜更かしできる方一緒にね、夜更かししてね、ウォームアップトーナメント一緒にね、見ましょう。ああ、ちなみに配信トラブルがあった場合はね、俺ね、すぐやめると思います。はい、ということで、ちょっと自分もできないかやってみましょうか。はい、じゃあね、ユニットの編成は関係なしにして、呪文編成こんな感じにしてって、マルチで、ちょっと孤立してるような配置が出てきたらね、なんかイーグル砲とか、投石機とか、なんかそういうのが孤立してるような配置が出てきたら、それちょっと俺でもできないかっていうのをね、試してみたいなと思います。あ、はい、例えばなんです、こういう投石機があるとこだったら、爆破なんじゃないですか、これ。で、落としといて、隠してって、で、隠していくわけですよ。で、そろそろ消えるから、もう一回隠していって、あげれば、これで呪文4枠か。あ、呪文4枠で投石機が折れるってめちゃくちゃでかいな。うまくいった、うまくいった。ね、こういうね、孤立してる、使用施設が孤立してるような配置だったら、普通に、あ、3つ3枠落としちゃったが、おそらく、スケートの呪文2枠でいけましたね、これ。はい、じゃあ、ここはできるんじゃねえかなって思ったんで、ここちょっとチャレンジやってみましょうか。2枠落としといて、で、隠すわけですよ。隠します。で、もう一回打ってって、しっかりと隠してってあげて、もう一発、足りないかな、どうだろう、微妙いな。さあ、折れるか、あー、シングルインベとか、破棄飛行があったりすると、近くにあったりすると、ちょっときついですね。もうちょい呪文枠数、落としてもよかったな、これ。あ、5枠か。もうスケートはもう一発落としたりね、生きてたと思うんで、まあ、天才で折るんだったら8枠かかるのが6枠とかできるんで、だいぶ削減できますもんね。はい。あ、こ、あ、そう、こ、こういうとこ、こういうとこ。こ、こういう配置だったら刺さりそうじゃない？イーグル砲とかに。ね、なんか、いけそうな気がする。だから、1、2、3って落としといて、で、隠すわけですよ。隠してって、で、イーグル砲たちを、こうね、壊していけば、気持ちもう一発ぐらい落としとく。なんか、ついで。ついでで。で、やって、ちょ、あ、いらなかった。あ、いらなかった。こんだけいらなかったわ。いらなかったけど。これももう天才の枠数。あ、はいはいはい。イーグル砲より、天才よりも2枠少ない。っていうね、感じで。いけるな。いけるいける。投石機とか、イーグル砲とかね。これもういろいろ応用できんじゃん。はい。例えばなんですけど、こういうところも、めちゃくちゃ強くね。イーグル砲とクラン城がセットであって、範囲攻撃施設が、周辺にないとかっていう、こういう施設とか出ちゃったら、もう、こう、6枠ぐらいこうやっちゃって、で、範囲攻撃施設ね、もう、6枠ぐらいで、セットで動かしてってあげれば、うわ、もう、うま、爆発じゃん、こんなん。で、プラスの、周辺施設ちょっと削ってくれるみたいな感じやってったら、これって、ね、皆さんも、対戦とかで、配置ここ攻めようかなと思ったら、どこ孤立してるかなって、こういう弱点を見抜くことができれば、もう呪文、6枠でグラン長イーグル砲。俺ちゃん、なんか無理に天才になってやらなくていいんですよ。わかります？無理に天才呪文枠8枠とか使ってイーグル砲とか他巻き込むぐらいだったら、なんか孤立してるところねえかなって、探してみて、で、さっきみたい、今みたいにね、イーグル砲とクラン城、お、これ一緒に壊せんじゃんみたいな。周辺に、こう、迫撃砲、水とボムタワー、投石機、ねえじゃんっていう、そういう弱点を見抜いてしまえば、超アドですからね。はい、ということでね、今回ですね、ジョーカーさんのリプレイも、実質ね、呪文2枠ぐらいでイーグル砲をね、折っちゃってるようなリプレイからヒントをもらって、そういうね、まあ、以前もクラン城呪文5枠数で壊せるよとかっていう動画出したんですけど、そういうね、配置の弱点をついて、やっていけば、こういう風に少ない呪文枠数でね、使用施設壊せるよっていう、そんな動画、お送りしていきました。いや、ジョーカーさんのあのリプレイでほんとめちゃくちゃ良かったんでね、皆さんもね、さっきの一点に対戦で攻める前にね、弱点をね、見抜くことができれば、こういったね、ことができてね、暗めから、何、丸丸さんうまいですねってね、めっちゃ褒められると思いますね。ぜひぜひやってみてはいかがでしょうか。で、こういう風にね、クラッカー動画毎日更新していきますし、クラッカー実況メインで日本人初登録者10万人目指しておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。